象にまた一歩誰かに押されてまた一歩自分の力でまた一歩誰かの力でまた一歩振り向いたら足跡二ついつの間にか空は晴れている涙がこぼれる時も叫び届かない時も相手にされない時もうつむいて歩く時も誰かと一緒にまた一歩おはようございます。関根ひろきです。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて今日の番組はゴスペルシンガーソングライターのみぎわさんを紹介いたします。みぎわさんは幼少の頃から教会の聖歌隊などで音楽に親しみ、本場アメリカのゴスペルに感銘を受け音楽活動を始められました。これまでに多くの CD をリリースし、全国を回るライブ活動など精力的に活動されていますが、この春新型コロナウイルスの影響で多くのコンサートがキャンセルになったといいます。今日はみぎわさんご自身についてのお話を伺うとともに、みぎわさんが新たに始められたプレイ・イット・フォワードという活動についてもお話を伺います。それでは今日もライフライン最後までお楽しみください。この番組はPBA の提供でお送りいたします。絶望で嘆く夜にも全てに意味があるってとにかく信じて生きて私もこれは何を自分にできるんだろうかっていうのを本当に思いながら、でも本当に自分には何もできないけど少しでもこう力になれないかなと思って、最初の頃は被災地に行かせていただいて炊き出しのボランティアなどをして、でだんだんとコンサートをしてくださいっていうふうに言っていただくようになって、最初はそんな音楽とかやってる場合じゃないんじゃないかと思って、それに何を歌っていいかっていうのも本当に分からなくて、なんか変なこと喋っちゃうんじゃないかとか、何かやっぱり皆さんの苦しみとか本当に悲しみをすごく感じていたので、その中で歌うっていう難しさはあったんですけれども、自分が何かっていうことではなくて音楽の力ってすごいなっていうのを本当に感じるようになったんですね。皆さんが本当に笑顔になって歌を一緒に歌ってくださったり、あと時には涙を流して、でもその涙を流すことによって心がすっきりしたって言ってくださる方もいたり、なのでこの音楽で少しでも何か励ましになるんだなっていうことを感じて、この活動を続けていこうと思って、今でも行ける時は東北に行って、歌を歌うという活動をしてきました。音楽を通して
多くの人に希望や励ましを与えている三輪さんですが、その人生には大きな苦難がありました。私は本当にすごいシャイな子供で、もう人前に出てもちゃんと挨拶もできないような子供で、本当に集団の中もすごい怖くて、学校に行っても全然友達もできないような、そういう子供で、幼稚園でも毎朝もう私はもう大泣きして、もう行きたくないという感じで母を困らせていた子だったんですけれども、何かこうそういう中に出てくるのがすっごく嫌だったんですよね。で、小学校に上がってからも、まずそのどう友達というか同級生となんか会話をしていいのかっていうのが全然わからなくて、全然友達ができなくて、いつも孤立しているような子供で、授業も全然先生の話を聞けない、集中して聞けない子供で、授業の成績も本当に悪くて、いわゆるクラスの落ちこぼれのような、そういう生徒だったので、人と自分は何か違うんだっていう、そういう劣等感のようなものをいつも持っていたような、そういう子供でした。中学生になってから、中学ってなかなかこうみんなと一緒じゃなきゃいけないみたいな、そういう流れがある中で、自分はその流れにこう一緒に乗っていくっていうことがものすごいストレスだったんですよね。なので、自分はこの集団の中でこれから生きていくっていうのができるんだろうかっていうことが、なんかいろいろと考え始めてしまって、学校に行きつつも本当にもうずっと苦しい、心臓がぐーって痛くなるような、そんな学校生活をずっと送っていて、でそんな中でもうちょっとある日、やっぱりもう限界っていうふうに、もう集団が怖くなってしまったんですね。それでそこから学校に行けなくなってしまって、徐々に休みが増えていったっていう感じだったんですけれども、本当にその時は私の家族も本当に私のことでもういつも心を痛めていて、私の母は本当にノイローゼになってしまうぐらい私のことでいつも心を痛めていましたね。だいたい中学2年生から4年間ぐらい引きこもりをしていて、人と会うのがもう怖かったっていうのと、でやっぱり家族や周りの人がとても苦しんでいたのを見るのが辛かったですね。生きているのが申し訳ないっていう思いがすごくあって、本当に死ぬことばかり考えていたような、そんな日々でしたね。ずっと一人クリスチャンの両親のもとに生まれ、幼い頃から教会に通っていました。三輪さんにとって、教会だけが自分らしくいられる場所でした。で、教会はすごく私の大好きなところで、温かくて家族のような存在がたくさんいて、すごく自分が自分でいられる、そういう大好きな場所で、で、ひとたびでも学校とか幼稚園とか外の世界に行くといつも縮こまってしまっていたので、本当にそのような場所が、教
教会があったっていうのはすごく私にとって大きな恵みだなと今でも思います。御言葉の中で、私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛しているという、この言葉が本当に心にズドーンと来た。神様という存在が私を作ってくれた、そして高価で尊い、愛していると、そういうふうに言ってくれているっていうのを知った時に、本当に私は衝撃を受けて、あ、こんな私でも愛されているんだ、生きていてもいいんだっていうことを本当に思った時に、もう涙が流れてきて、そしてそこからだんだんと本当に自分の人生の中で、神様が本当に私の人生を導いてくれている、本当に私を愛してくれている、神様といつも一緒に私はいるんだっていう、そういう思いで出ていくのが、ことができるようになっていきました。イエスは私たちの本当の苦しみや本当の悲しみを本当の意味で分かってくれる本当の友が私たちにはいる、それがイエス・キリストなんだよという、そういう意味の歌で、日本のなんていうか代表的な賛美歌の中でも有名な曲の一つだと思って、私もコンサートではよく歌う曲です。神様に愛されていることを知り、三岩さんの心は回復していきました。そして、人々に神様のことを伝えたいと強く思うようになります。ゴスペルのツアーが、アメリカのゴスペルツアーがあるっていうのをある雑誌で見て、あ、これは行きたいっていうふうにすごく思って、で、当時はアメリカの音楽にすごく興味があって、英語とかにも興味があったので、すごくアメリカにいつか行きたいなって思いがあったんですね。で、そんな中でそのツアーにちょっと母におねだりをして、そこからそういうツアーに行かせていただいたんですね。そしてアメリカのナッシュビルというミュージックタウンに行って、そのゴスペルの祭典というゴスペルウィークが1週間、2週間ぐらいこうやっていて、そこではいろいろな街中がもうゴスペルになっていて、いろいろなライブハウスでいろいろなクリスチャンのアーティストがライブをしていたのを、もう好きなところ行って見に行くっていう、で、そこでいろいろなアーティストを見て、もう本当に衝撃を受けたんですね。で、ゴスペルにもブラックゴスペルだけではなくて、ロックとか、もう本当にカントリーだったり、いろいろなジャンルのゴスペルがあって、全部が本当に神様を褒めたたえている、その歌を歌っているということが本当に伝わってきて、そういうアーティストたちの歌を見た時に、本当に私は、あ、私がやりたかったのはこれだっていうふうにすごく感じて、そしてその時に何か確信を持ったのが、自分はこういうふうになるんだって、なんかなりたいっていうよりもなるってなんか思ったんですね。そして、衝撃の経験から日本に帰ってきて、自分もそういう日本で活動をしていこう、本当の神様の愛と真理を知ってもらったら、この日本は変わっていくんじゃないかっていう、
そういう思いを持って自分はこの音楽を通してそういった歌を作って、日本全国飛び回って歌を歌うっていう活動がだんだん開かれていって、始めるようになって今に至っているという感じですね。新型コロナウイルスの影響で予定していたコンサートが次々とキャンセルになってしまいました。12月まで、コンサートが今本当にどんどんキャンセルになっていって、この春だけでも私も二十数箇所のコンサートがキャンセルになってしまったんですね。そして本当に経済的にも難しいところにありますし、困難なこの時代だなということをとても感じるとともに、でもこの状況はチャンスの時でもあるのかなっていうのをすごく感じているので、リセットしなければいけないものがリセットをしていい方向にこれから向かっていくっていうそういう時期でもあるのかなとも思って、私は本当に期待をして今は備えている、そういう時期です。困難な状況の中でも希望を歌い続けているみぎわさん、現在厳しい運営状況にある教会のキャンプ場を支援するためにプレイフォワードという活動をスタートしました。みぎわさんがこのために曲を作り、インターネットで配信し、支援を呼びかけています。聖書の中に詩編というところがあるんですけれども、その91編という箇所に、疫病という言葉が出てくるところがあります。で、その疫病の中においても、私たちを神様が大きな翼を持って、かくまって守ってくださる、そういう言葉があります。本当に今そのようなちょうど疫病の真っただ中において、神様が私たちを本当にどんな時も苦しみの困難な時も守ってくださる、そして本当に主の皆神様の名前を呼んだ時に必ず助けをくださる、そういう言葉があります。その言葉を本当に私はこの時期に読んですごく感銘を受けました。そしてこの聖書の言葉から曲を作って、何かこの中で苦しんでいる方々の励ましや力になれないかなというふうに思って、この三つ翼を覆うからという曲を作りました。神様があなたを必要な存在として、愛の存在として愛しているというふうに作った。私が引きこもっていた時もそうだったんですけれども、何か将来がもう絶望的、見えないっていうふうなこともありました。でも神様は私たちを目的を持って作ってくださって、そのために何かこう特別な賜物、得意なこととかできることは絶対に与えてくださっているので、ぜひその自分に与えられたギフトを見つけてもらって、そして本当に生きる意味を見失わないでもらいたいなと思います。本当に愛を持って愛している神様がいて、そして命を与えてくださっている、そういう神様がいるっていうことをぜひ知ってほしいなと心から思います。おはようございます。原田のりおです。みぎわさんの話と歌、いかがでしたか？今日のみぎわさんからは、思いもよらない暗闇の日々があったのですね。みぎわさんが歌われた
御翼が覆うからの詩編91編4節5節にこうあります。主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、また砦。あなたを恐れない野獣の恐怖も、昼に飛び来る矢も。また6節。暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。世界中が暗闇に覆われている今日、その暗闇から私たちを救い出してくださるという力強い約束が聞こえてきます。でもそれは一時的な気休めではないですか？単なる願望ではないのですか？いいえ、一節にこうあります。意図高き方の隠れ場に住む者、その人は全能者の影に宿る。意図高き方、全能者が暗闇から助け出してくださるというのです。この意図高き方、全能者とは、天と地を作られた方、万物の創造者です。すなわち存在するものすべての命の源である神様です。けれどもその神様は私たちの肉眼で見えないのではありませんか？ですからこの約束を信じることは無理ではありませんか？そうですね、確かにイエス・キリストもこう語りました。父を見た者は誰もいません。しかし続けてこう語ったのです。ただ神から出た者だけが父を見たのです。キリストが父と呼ぶこのお方こそ、意図高き方、全能者、まことの神様です。そしてキリストはこう約束します。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。神様はご自分に背を向けて、自ら暗闇、永遠の滅びを招いた全人類、私たちを憐れみ、その暗闇、滅びから救い出すためにキリストをこの世に遣わし、十字架の上でキリストの命と引き換えに、暗闇から命の光へ、滅びから永遠の救いへの道を開かれたのです。そうです、このキリストの十字架こそ、暗闇の中から救いを求める人すべての隠れ場、翼の下なのです。御翼さんを暗闇の中から救い出したキリストは、今日あなたもその翼の下に身を避けるよう招いています。キリストの十字架の下に身を委ねるなら、希望の歌、喜びの歌が歌えるようになるのです。さあ、あなたも今日この大きな翼の下に、あなたの人生を委ねてください。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はこちらのアルバム、3日目の朝、こちらを抽選で12名の方にプレゼントいたします。こちらのアルバムは、みぎわさんが2018年にリリースされたもので、全10曲が収められています。番組への感想を添えて、ふるってお申し込みください。係への宛先は次のところです。さて来週はライフラインの集いから岩井元雄牧師のお話と、バリトンの野村光弘さんの歌をお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。